原監督、梶谷は怪我直しに巨人来たの？原監督は、梶谷はもう怪我を直しに来てるみたいな感じとコメントしています。記憶喪失定期。言ったらあかんやろ。4年もリハビリ期間与える超ホワイト球団。真の畜生はナチュラルに畜生発言する。そら梶谷や塩小浜でも基本スペナの覚えとらんのかな。2億円の育成枠。元からスペナの知らずに取ったの？スペとはいえ丸1年消えるとはな。今年も育成から上がらず丸2年になるかもしれん。契約切れるタイミングでクビなんやろな。梶谷と福田周平どっちがマシなんや？いや取る方の責任やろ。就活うまかったなこいつ。イライラで草。本人の前で言えるんかそれ。残りの2年分払ってクビにする代わりに育成にするとはお主考えたな。でも梶谷にはめちゃくちゃエロい嫁がいるから。怪我してる間もスーパーに買い物とか行くんか？サボってもらったお給料で払ってちょっと畜生だから怖いよな。もともとシーズン半分で1年分の成績残す選手やろ。ここまで振り切れるとは思わなかったけど、腰痛で離脱したのに翌年膝の手術で全休になったのは正直笑った。頑丈が売りだったならまだしも、もともとスペなのに商品説明見ずに買ったんか？横浜の切るタイミングうまいよな。ご視聴ありがとうございました。